んにちは。2023年5月18日です。阿寒摩周国立公園、屈斜路湖、砂湯ですね、そこにやってまいりました。まあ要するに屈斜路湖の砂湯ですね、やってまいりました。ここは美しいコバルトブルーの湖面を持つ湖だということです。その屈斜路湖の湖畔にありますのが砂湯、こう砂浜を掘るとですね、温泉が出てくるこう珍しい場所であるということです。有名な観光地ということですが、非常になんか寂れた感じですね。そして、まあ屈斜路湖畔はどこでも掘れば温泉が、出てくるということが書いてありました。スコップを貸してくれるんで、それで穴を掘って足湯をしてくださいということです。まあ休憩所、そして売店なども用意されています。そしてこの横なんですけども、キャンプ場がありますね。キャンプ場は6月下旬から9月の上旬までということです。料金の方は高校生以上が1泊400円ということです。まあ普通車140台が無料で、駐車できます。今回は砂湯ちょっと見てですね、その横のキャンプ場に行ってみました。歩いてすぐ横にあるんですが、ですがまだ、時間的に期間的にまあクローズということになってました。まあ静かな湖面を見ながらテントを張ってオートバイの方がゆっくり、過ごせるような施設になっているんじゃないかなと思います。まあ砂湯って言いましたが、あくまでも足湯ですね。でまあ体をぽっちゃんとつけることはできませんが、まあ足湯を楽しむことができるということです。まあここまで来ましたらもうちょっと足を伸ばして、あと2キロぐらいですかね、行きますとコタヌミがあります。そこは、無料の露天風呂です。一応男女別に真ん中にこう岩がありまして分かれてるんですが、まあほとんど混浴ということになりますが、そのコタヌミがあります。コタヌミはですね、この屈斜路湖の水面とほとんど目線が同じぐらいなんですよ。で私冬の間行った時ですね、ちょうど白鳥ですか、それとカモですね、それが見えました。すぐ目線の高さで見れるんで本当にいいとこですね。で温度管理も管理人の方が2時間おきに、見に来ますよということですので、非常に温度は良かったです。ただ清掃の方がですね、いまいちでこうちょっとぬるぬるするんですよ。週に1回手近川の市役所の方が来て、掃除してくれるということですが、なかなか藻が入っているんでちょっと滑りますんで、気をつけて入らなきゃいけないかなと思います。そこからさらに7キロくらい走りますと、和琴半島コタンの湯が、和琴半島の和琴の湯ですかね、それがあります。私はそこで、車中泊をさせていただこうかなというふうに思ってます。この和琴半島のお湯はですね、なかなか大きな混浴露天風呂無料です。まあゆっくり入って何回も入ることができるところです。まあこのコタンの湯の方もですね、コタン温泉の方もまあトイレがあります。24時間トイレがありますんで、車中泊まあ仮眠ができるんじゃないかなと思います。今回はその手前にあります、砂湯ですね。まあ手前と言いましても東門から来たから手前なるんですが、そこに、来させていただきました。まあ観光シーズンにはまだちょっと早いんでしょうかね。誰もいなく、まあ寂しい感じはしたんですが、あ、ここが砂湯かということです。来てみました。いつもですとこう車素通りしちゃうんですよね。でまあ今回、ゆっくり撮影しながら、第1日目は温泉入ってまして、2日目、撮影しながらぐるっと回って、明日は何も撮影しないで帰るぞということですんで、ゆっくり、見ました。ボートだとかそういうものも、置いてあります。それから炊事場、それからトイレが2箇所だったですかね、あります。まあ道路っぷちなんですが、まあ若干うるさいことはあるんですけども、まあ静かに過ごすことができるんじゃないかなというような環境のとこです。まあキャンプ場としてはなかなかいいとこでないかなというふうに思います。まあ基本的にコタンの湯が近い、コタン温泉が近いんですけど、そこはやっぱりキャンプできませんね。テント張れません。ですのでテントを張るんであればこの砂湯です。もしくは和琴半島の有料の、国立の有料のキャンプ場がありますので、そこでテントを張ることを、お勧めいたします。そうですね、何を話そうかということをいろいろこう考えては、いるんですけども、ちょっと外の方でガタガタうるさいんでそっちの方に気が取られてますが、まあ、頑張って、頑張りようもないか。
すごいですね。まあ、そういうことです。今回一旦これで、撮影は終了させていただきます。この次、1日か2日おきまして、また今度、どっかに、出て行ってみようかなというふうに思います。本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。失礼いたします。